アルトゥール・ナポレアンドス・サントスは、ポルトガルの作曲家、ピアニスト、楽器賞、音楽出版社、ポルトガルのポルトに生まれた。7歳で最初のピアノ演奏会を開いた、彼は8歳になると、ポルトガル国王フェルナンド2世の後ろ盾を得て、初の国外演奏旅行で、ロンドンとパリなどの都市を訪れた。これ以降、彼は、ヨーロッパ全土とアメリカを巡り、時には、 アンリ・ビュータンやヘンリック・ビエニアフスキとも共演した。15歳でニューヨーク公演を行った際には、批評家のリチャード・ストーズ・ウィリスがヨーロッパを虜にした子供がどんなものか見てみたいという興味に駆られて訪れている。感銘を受けたウィリスは彼について次のように記した。桁外れの演奏家であるタッチは優しさに満ちて言うが、ほとんどミスがなく性格、力強さは、 立派というにあまりあるもので、音楽観のまとめ方は全くもって愉快であった。1866年にブラジルへと移り、リオデジャネイロに今日構えた。彼はここで楽器の販売店と楽譜販売業を立ち上げている。また、ピアノの指導を行って、シキーニャゴンザーガラを育てたほか、ほぼピアノ曲だけに絞って作曲も行った。彼は82歳で、 リオデジャネイロに没した。ありがとうございます。